はい、掛川市にあります、さすが市に来ています。ここに珍しい自動販売機があるっていうんで来てまいりました。それでは行ってみます。シャバコの自動販売機、はい、上からこれタバコではなくお茶です。はい、はい、一服限定シャバコ一箱500円、一服限定シャバコ、はい、掛川を満喫して金の茶箱をゲットしよう。はい、こういう企画もやっています。はい、それでは茶箱買っていきたいと思います。はい、掛川と言ったらこれ深蒸し茶、東山の深蒸し茶、めちゃくちゃ美味しいです。これ引っ張るんですね。はい、あ、出てきました。はい、はい、出てきました、茶箱。はい、もう一つ買います。はい、はい、今一服限定の茶箱ですね。もう一個はせっかくなんでね、一服限定買いましょう。そしたらこれを引っ張る、引っ張る、引っ張る。はい、出てきました、茶箱2つ目。あれ一緒じゃん、あれあれ違うの買ったつもりが一緒の出てきちゃいました。はい、はい、書いてありますね。茶箱の味はあなたの周りの人、特に家族や会社の同僚、取引先などの機嫌に好影響を及ぼす可能性があります。お飲みになる際は周りの人もお誘いの上楽しみましょう。まあこれギャングですね、半分ギャング。はい、でもね、これをね、掛川からね、掛川市街、東京までね、今頑張ってね広めているとね、これをね、日本全国にね広めて世界にね広がっていけばすごいなと思います。はい、はい、帰ってきまして、茶箱、はい、開けてみます。中身どうなってるでしょうか。はい、はい、この中身ですね、2、4、6、8本のお茶が入っています。深蒸し茶、はい、このね作り方が、ホットの場合はカップにスティックの中身1個で 200ml のお湯、お湯沸かしていきましょう。はい、200ml のお湯を沸かしていく。カップにスティック1本入れて150から 200ml のお湯を注いでよくかき混ぜる。はい、ではね、カップにね、このスティックを、これ矢印書いてあるところね、ここを切れるのかな。はい、切れました。はい、この深蒸し茶ね、あ、これ粉茶ですね、粉茶。このお寿司屋さんで回転寿司でよく見かける粉茶、お湯が沸いたら入れていきましょう。まあお茶みんな好きなんでね、これはなんか本当に軽いプレゼントとかね、なんか軽いお返しとかね、そういうのにね面白いかもしれないですね。まあその他いろいろな形のやつもありましたしね、まあネットでも注文できるみたいなんですけど、皆さんもねよかったら買ってみてください。はい、お湯沸いてきましたんでね、
少しですかね。はい、お湯沸騰してきましたんで入れます。はい、いい色ですね。いい色ですね、これ本当に濃い緑。よく混ぜて、はい、深蒸し茶、いい色です。いただきます。まさに回転寿司のお茶に近いですね。はい、はい、お茶は健康にいいのでね、まあこれにもね書いてありますけどね、人もお誘いの上楽しみましょうっていうことなんでね。はい、皆さんもねよかったら試してみてください。はい、今日は茶箱でした。はい、チャンネル登録よろしくね。はい、バイバイ。